今日は10日です。雨です。完全に梅雨入りしましたね。これは明日も明後日も雨っぽいです。すごいよ、ずっと朝から降ってるよ。朝ね、ちょっと朝マックに行ってね、久しぶりになんかこうソーセージエッグマフィンとかね、マックグリドルとかね食べましたけど、今日ね両方食べてみたんですよ、試しにね。そしたらね、自分はねマックグリドルの方が好きってことが分かりました。パンケーキっぽいやつ、甘いやつ。まあでもね、朝マックじゃなければビッグマックが一番好きです。ビッグマックしか食べません。はい、じゃあレッスン行ってきます。弦を交換します。切れちゃった。はい、本日のご飯ね、すごい豪華です。いただきます。はい、お疲れ様です。本日のレッスンも終わりまして、ご飯も食べ、今日はねこれからですねブルーノート東京にですねビル・フリーゼルを見に行きます。初めてなんですよ。すごく好きでね、ギターヒーローなんですけど、一回もライブで見たことなかったので、今回ブルーノート東京に来てるっていうのをね見つけたので行ってこようと思ってチケット予約しました。で今日のセカンドステージ行ってきます。でね、こちらこれ何かというとですね、これはですねデジテックのですねエコープラスっていう、まあディレイなんですけど、これかなり古いもので、多分80年代のディレイかな。でね、中古で昔買ったんですよ。でビル・フリーゼルがね昔使ってたの。今はライン6のディレイの DL4 っていうねグリーンのやつを使ってるんですが、その前はねこのエコープラスっていうやつを彼は使ってたんですね。でこれにはね8秒ディレイっていうね、当時からしたらね長いディレイがついてて、でそれをこう早くして遅くしてっていうことでピッチも変わってきてとか、それに合わせてまた弾いてとかっていうのを当時ビル・フリーゼルはやってたんですね。でね、すごいそれその当時好きで、その当時っていうか、まあそういうのやってる時のビル・フリーゼルがね好きで、同じやつ探して買ったの。そう、多分まだ使えると思う、わかんない、最近全然音出してないからわかんないけど、だから楽しみです。今日ビル・フリーゼル、まあこれは使わないと思いますよ、最近全然これ使ってないので、ずっと DL4 を使ってますからこれは出てこないと思うけど、まあちょっとね今日ビル・フリーゼル見に行くし、まあ動画でちょっとねこういうの紹介しようかなという話でございました。よし、じゃあかなり雨が強く降ってますが行ってきます。はい、とりあえず渋谷に行ってですね、ちょっとねブズーキの弦を探してこようかなと思います。まだねライブまで時間があるので、でね明後日が確かレコーディングだったと思うん でブズーキの弦ってねちょっとねなかなか売ってないのよ。でちょっと渋谷の池部とか見てみて弦探してみようと思います。はい、ブズーキ弦はですね結局売ってませんでした。なんか今もう在庫がないらしい。でなんかエレキ弦を改造して貼ることもできるとか言ってた。なのでとりあえず池部さんはないから他の楽器屋さん当たるとして、でエレキ弦を改造するっていうのもちょっと考慮にしてって感じですね。じゃあとりあえずブルーノート行ってきます。真っ暗です。自由席
47番目までのチケットをお持ちのお客様ご入場いただけます。指定席でご予約のお客様のチケットには数字の前にアルファベットで、続きまして57番のチケットをお持ちのお客様、ありがとうございます。続きまして58番のチケットをお持ちのお客様、ビルフリゼルをね見てきました。すごい、もうすごい、もうね、いやすごい、もう処理できない、もうすごい、本当にすごい。あのトリオで3人でやってたけど、とんでもない、本当にとんでもない、すごい。はい、というわけでちょっとすごすぎてうまく表現できてませんけども、とにかくすごい、すごかった。はい、じゃあ今日はこの辺でちょっと終わりにします。お疲れ様です。また明日。すごい。